2024年6月4日火曜日、群馬県みなかみ町の某小学校、健康診断を行っていた男性医師が児童の下着の中を覗くという性犯罪行為がありました。この医師は児童の下着を引っ張り下腹部を覗いたことを認め、体の成長の具合を見るのに必要だったと説明しました。下着を引っ張っての指針は昨年度はなかったため、検診に立ち会った教諭が医師に目的を尋ねたところ、思春期早発症に関わる内容と回答したそうです。教諭が疑問に思い校長に状況を報告し、校長が町の教育委員会に報告しました。2024年6月7日金曜日、医師と教育委員会による説明会、医師は、パンツを下ろして陰毛が生えているか見ただけ、と話し、下半身の指針は今後も続ける、と発言しました。ネット上の反応。ただの気違い、今までそんな項目聞いたことない、医師ですが、同意が必要です。患者さんが未成年なら保護者への同意も必要です。校長に報告した教諭、いいね、警察呼んだ方がいいですよこれ。逮捕して家宅捜索したらいろいろ出てくるんじゃないの。逮捕まだ、これが無罪なら、俺、今から医学部目指すわ。自分の子供だったら問答無用で被害届出します。ジャニー北川もびっくりやな。アメリカなら禁錮100年とかやろ。死刑でいいよ。